私がこれまで創作してきたのは金蔵さんの姿だけではありません。金蔵さんが24時から朝まで隠れていたことを示す痕跡です。そしてそれも存在しませんでした。つまり24時から朝までの間、金蔵はある一室にこもり続けたことになってて、そしてそれは夏日の部屋ということだわ。赤き真実によるチェックメイトがとうとう金蔵の幻という駒を夏日の部屋にまで追い詰めたということよ。ねえ夏日さん、つまりあなたは朝までこの部屋で金蔵さんとご一緒だったことになるわけです。それでもあなたは金蔵さんのことをご存じないとおっしゃられるのですか？私が赤き真実で認めるわ。24時から朝までの一晩、生きた金蔵は夏日の部屋を除く全ての場所に存在しない。その真実から夏日の部屋にしか存在しなかったと議論を進めることを許すわ。司法取引ねえ夏日、頭の悪いあなたでももうそろそろまずいと気づいてきたんじゃない？これが最後のチャンス、金蔵を犯人にします。後ろ宮家当主を犯罪者とし、自らの保身のために当主の栄光を自らの手で打ち壊してみせなさい。あなたがその勇気を見せたら、あなたを当主をかばうために濡れ衣をかぶろうとした悲劇のヒロインに筋書きを変えてあげるわ。お父様は無実です。お父様を犯罪者にすることなど私には断じてできません。取引拒否いいわ、ベル、やっちゃいなさい。24時から朝までの一晩、生きた金蔵の存在する余地はあなたのベッドの中以外に存在しない。それはどういう意味ですか？この部屋の徹底的な捜索及び厳重な科学捜査の結果、この部屋の全域で24時から朝までの間、金蔵さんが存在しないという結果が出ました。ただしあなたのベッドだけを除きます。昨夜黄金発見の前後の頃、推定23時頃、3階窓より脱出した金蔵さんはあなたの部屋のベッドの中にかくまわれていたということです。そしてさらに気の毒な捜査結果ですが、あなたもこのベッドで就寝されていたことが判明しています。重ねて復唱するわ。24時から朝までの人が生きた金蔵の存在する余地は夏日のベッドの中以外に存在しない。そして夏日も昨晩同じベッドで就寝したわ。あら、仲良しさんたちね。二人で仲良く枕を分けっこして眠ったわけね。青き真実以上から、後宮夏日と後宮金蔵には上皇の可能性があったと推測できるわ。男女が同じ枕で一晩過ごして、他に何を推測しろと？無礼者！私が敬愛してやまないお父様と、なんて許せません！夏日、青き真実には赤き真実で反論なさい。もちろん魔女でないあんたに使える赤はない。だから私が代わりに赤き真実で語ってあげてもいいわ。私を納得させられる証拠を示せるならね。そんな証拠あるわけがありません。私をどこまで愚弄するというのですか？おのれ！おぞましいことでしょう。夏日さんは後宮家に復讐するために、まず後宮家の全てを乗っ取ろうと企てたのです。そのため夏日さんは体を武器に
金蔵さんを籠絡したのです。そんなことはしません。私は自分の体を夫以外に許したことはただの一度もありません。否定されたい気持ちもわかりますが、あなたが金蔵さんと密会を重ねていたことはすでに複数の関係者からの証言が明らかです。だって昨晩だって金蔵さんの書斎で二人っきりでお休みのご挨拶をされてたんですものね。それどころか明らかな情報の痕跡の証言も複数得られています。そんなバカな、誰です、誰がそんないい加減なことを。ゴーダ社のエヴァさんでしょう。そんないい加減なことを言ったのはあなたでしょう。者証言を受領したわ。これは致命的ね。もう疑いようがないわ。ねえ夏日、もうあんたの名誉なんてこれっぽっちもないわけだけど、最悪のかけらを紡がれる前に最後にもう一度だけチャンスをあげるわ。金蔵はいませんでしたって言ってごらんなさい。そうよね夏日、あんた強情だわ。もう後ろ見やけなんてどうせボロボロじゃない。そんなにも金蔵がいることにして遺産問題をうやむやにしたいの？これは私がお父様に託された後ろ見やけの名誉を守る最後の試練です。夫の事業は必ず結実します。それによって借金を返済するまで後ろ宮家の家督を引き渡すわけにはいかないのです。お父様の名誉も夫の名誉も私が守ります。それが私の使命なんです。死者の名誉を守ろうとは見上げた根性だわ。死者じゃないわ、夏日の頭の中の都合のいい妄想の名誉よ。本当の金蔵はその名誉を守れなんて一度たりとも夏日に命じたことなんてないんだから。ゲームマスター、ラムダデルタの名において本ゲームの勝利者がベルンカステル卿であることを認めるわ。意義ある者は名乗りを上げよ。意義ある者なし。ベルン、あんたの勝ちよ。見事な勝ちっぷりだったわ。真相のかけらをあなたが紡ぎなさい。ええ、それでは私が真相を紡ぐわ。これがこの悲しく間抜けな物語の真相よ。本当は泣き笑いしながら罪を認めた夏日に自ら語ってほしかったんだけどね。それがお約束。